セルワークだけ踏んでます今。アクセルもずっとこう簡単だろ。やったハンドル切るクラッチ。おいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うわっ、楽しい。よし、行け。楽しい。よし、もう一回行け。すごい。面白いだろ。面白いけど、土屋さんみたいにマジなんない。マジすごい。本当にすごいと思います。よし、行け、はい、アクセル、アクセル。おい、アクセルだったな。ごめんなさい。はい、よし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 、いいじゃねえか、いいじゃねえか。皆さんこんにちは。本日のカープライムは南千葉サーキット、皆さんご覧の通り、中尾くんがドリフトのレッスンをしたところです。今日はですね、ビビの聖火ちゃんドリフトをしたいそうです。呼び込みしたいと思います。こんにちは、はじめまして、聖火です。珍しいね。ね、なんかなんかお話いただいて、マネージャーと、めっちゃ行きたいと思って。そう、そうなんです、ありがとうございます。マニュアル運転したことあるの？ あります、あります。すげえな。私の親戚のおじさんがすごい車すごい好きで、うん、私のチャンネルでもマニュアル運転してる車の動画たくさんあるんですけど、うん、おじさん何、ヤンキー？あ、いや、ヤンキーじゃないよね。ヤンキーじゃない、普通のおじさんで。そうそうそう、まともなおじさん。まともです、めちゃくちゃまともです。はい、そうか。そうなんですよ。そういうので車が好きになったの？あ、そうです、もう本当におじさんの影響で車好きで、うん、でもドリフトなんてやったことないんで、うん、今日ちょっとできるかどうか不安ですけど。おじさん何乗ってんの？あ、いろいろ乗ってるよね。セブンを。あ、セブン乗ってんだ。そうなんですよ。ロータリー好きか。なるほどね。そうなんですよ。そこで今日は、はい、こんな感じで用意してみました。いや、なんかいっぱいある。なんか見ても全然イメージつかないんですけど。そういうもんなの。そうですよね。もう中尾くんもそうだったけど、でこれ見せてもよく分かってないの。めっちゃ分かんない。あ、うまい。まあ、とりあえず、はい、その1、パイロンを軸にしてアクセルターンって、パイロンを置くでしょ、はい、でそこでアクセルで、アクセルだけでこう曲げる。まあ、これはね、大体すぐできる。あ、本当ですか。でパイロンに向かってサイドターン、こう走っていって、はいはい、サイドブレーキ引いて、はいはい、くるって回る。へえ。これもね、普通にはまあ何回かやるとできる。本当ですか。すごい簡単に言ってますけど。あ、簡単なんだって。やばい、絶対簡単。本当に簡単なんだって。本当ですか。で今度はパイロン2つ使って、はいはい、今度はこう8の字を書く。ああ、なるほど。これは難しい。いや、絶対難しいですよね。うん、これは難しい。うん、で次が、これはもうね、初心者じゃないな。サイドを使って1コーナーをドリフトして、うん、はい、サイドを使ってビューンといってサイドを使う、うん、はい、曲げる、はい、アクセル踏む、でコーナー立ち上がる、これは難しいわ。いや、もう私にとっても全部難しいですけどね。でこの辺をですね、うん、まあ、どこまでできるか分かんないんだけれども、うん、ね、やってみたいと思います。車好きなんでマニュアルも持ってるし、はい、行ってみたいと思います。ちょっと楽しみです。よろしくお願いします、ね、お願いします。さあ登場、まず1、その1。すごい。その2、サイドブレーキ、やば、ね、サイドブレーキターン、かっこよ。8の字。
あっちの字ね。ビビのモデルチャレンジ行こうぜ。すごい。さあ今ご覧いただいたように、はい、まあパイロンに向かってぐるぐる回る、はいはい、そこから今度はパイロンに向かってサイドターンして止まる、はいはい、次はサイドターンして回った後アクセルを入れて立ち上がる、次は八の字をこうやって書く。見てて面白いでしょ。めっちゃかっこよかったですよ。今のができたら、うん、中尾くんよりうまいってことだよ。ちょっと頑張ります。難しそうだけど、でもこれできたら超かっこいいですよね。これは女子やったらかっこいいよ。ですよね。めっちゃかっこいい。ちょっと頑張ります。いろんな仕事が来るぞ。今後のために。そう。さあそれでは、はい、やっていただきましょうかね。頑張ります。まずは横に乗ってどういうもんかっていうのを勉強して、うんうん、はい、それから聖火ちゃんにやってもらいたいと思います。はい、お願いします。どうぞ。はい、そんなさあそれでは、はい、まずその位置からいきますか。はい、お願いします。パイロンを軸にこうドーナツターンって言うんだけど、ドーナツターン、そう、アクセルだけでこう曲げていくの。へえ。だから割とみんなビビって、中尾くんもそうだけど、ビビって滑り出したらアクセル戻しちゃうの。はい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 、そうじゃなくて、はい、滑り出したらアクセル踏むの。え、怖っ。滑り出したらアクセル踏むんですか。踏むの。やってみようか。お願いします。はい、いらっしゃい。これ閉めたの。うん、あ、できた。これあの運転するときは行けた。はい、じゃあ窓閉めてもらう。はい、じゃあお願いします。はい、あ、かわいい。怖くねえっつの。怖くねえから。いやここパイロンあるでしょ。はいはい。で本当はパイロン出しの方がいいんだよ。あ、そうですか。そう、パイロンあるとなかなかできない。へえ。だからまずはパイロンなしで、はいはい、ハンドル切る。どのぐらい切ります。いや、これ普通でしょ。はいはい。こっからこのくらい切る。ああ、なるほど。一足。はい、一足で回転をこのくらい上げてくれ。なるほど、なるほど。結構上げますね。うん。うわぁ。すごい。これアクセルワークだけ。え、これ踏んでます今。アクセルもずっとこう。あ、踏みっぱなし。踏みっぱなしではない、アクセルワークでずっとこうやってる。ね。で、あれができたら、はいはい、パイロンまで来て、はい、ハンドル切る、はい、回転上げる、はい、うわー、すごい、ね、パイロンの周りで、はい、ぐるぐる回ってんの。なるほど。これアクセルワークだけ。こんな感じ。かっこいい。で、次はそのパイロンに向かって、はい、サイド引いてくるっていうターン。うわ、今のアクセルワークだけだからね、ずっとこう。なるほど。回転を上げて回転を落とさない。なるほど、なるほど。ブーンと行く、はい、ハンドル切る、サイド引く。うわ、これやば。え、すごい、なんかすんなりやってるから簡単そうに見えるけど。簡単だっつの。いやいやいや、土屋さんだからですよ。ここでしょ、ビューンっていくでしょ。一足ギア、ハンドル切る、サイド引く。はい、あんまりここはじゃあそんな使わないですね。これ使わない。はあ、なるほど。で次は、うん、今止まったけど、 Uターンして止まったけど、はいはい、
今度はアクセルを入れて立ち上がる。アクセルを入れて立ち上がる。そう。ビヨーンと行くでしょ。はい。ハンドル切る、サイド引く、アクセル入れる。ね？これめっちゃ難易度高いですね。これ高いよこれ。これ高いですね。うん。これできるとかっこいいよ。いやーめっちゃかっこいいですよ。行くよ。はい。行く。ハンドル切る、サイド引く、アクセル踏む。うわ。え？すごいハンドル持ってかれそう。そうだな。じゃあ次は八の字ね。八の字。今のができた過程で。はい。はい。こうやって次は今度八の字、そこにパイロンがあると思って。八の字むずいですね。これむずいよこれ。うん、いや。あ八の字ね。いやいやいや。うわあ。いや左回りむずそう。そうだね。はい。こっち側が、うわぁ8の字かっこいい。すごい。こんな感じ。え、やばで、これができるようになると、はいはい、普通にこうコーナーでドリフトができるようになる。こんな感じ。いや、こんな感じのレベチなんですけど。だから最初は1はパイロンなしで、パイロンなしでこうでしょ。ハンドル切る、切る、6000ぐらい上げておく、離す、うわー、これアクセルワークだけ。うわー、それが難しそうだな。今度はじゃあパイロンに行くね。はい。うわー。これアクセルだけ。え、踏んだり離したりだけですか？そう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 。だから回転数をずっと高くしてる。あー、それを維持しないとってことですよね。そう。こんな感じ。え、じゃあ回転数下がっちゃったらもうあんなぐるぐる回んないってことですか？回んない。あ、そうなんだ。回転数が下がるとどうなるかっていうと、うん、ほら、あ、こう戻っちゃう。なるほどなるほど。ね、じゃあ回転数は常に上げておく。なるほど。怖くても上げてた方がいいってことですね。そうそうそう。中尾くんは滑ったら怖いからアクセル戻したの。はいはい、いやでもそうだと思いますよ。こうやって戻しちゃってアクセル踏んでももう無理。ああ、なるほどなるほど。そう、だから常にアクセルを踏んでる。そういうことか。ほら、アクセルワークだけだよこれ。え、ハンドル結構重いです。いや、パワーステ。おお。なんか今のだけで私乗ってるだけですごい筋肉痛になりそうなんですけど。まあだから最初はこのパイロンなしでやろう。パイロンなしで。分かりました。オッケー、よし頑張ろう。よし交代だ。はい。グローブしてる方が滑らない。あ、本当ですか。いや私乗ってるだけで、まあ、筋肉痛になりそう。嘘、うん、G がかかってやばい、まあ、なるわな。目は回るし筋肉痛にはなるし変なところに力入るし、あ、それはもうしょうがない。取れ高作んない。取れ高作んない。ありがとうございます。さあということで、はい、ね、横に乗ってこういうやり方ですと
やなんかその横でレクチャーしてくれるの分かるんですよ、この回転数上げてどうのどうのみたいな。いやでも多分実際自分が運転したら多分頭いっぱいいっぱいになっちゃって多分難しそう。難しいと思うよ、うん、だって中尾くんもすげえ時間かかったもん、うん、あ本当ですか。だからまずパイロンを無視して、はい、そこだけでこうドーナツさんやってできるようになったらパイロンに向かっていこう。わかります。だってやっぱ取れ高作っていかなきゃいけないんで頑張ります。取れ高取れ高大事ですから頑張れモデル頑張る頑張るよしちょっとマジでやばいな。よしよし一番若い子で、うん、このドリフトやってる子っていくつぐらいなんですか。若い子だとこの間来た子が18。あ、本当ですか。うん、あ待ってめっちゃ緊張してきたこれね、こっちクラッチクラッチ、ブレーキ、アクセル、うん、あでサイドはこうやって引くだけでも効くから、はい、勝手に戻るから。あ、そうなんだ。そうそうそう。え、あ、止まんないんですか上で。止まるときは上げてこれを引くの。あ、でも別にそれは使わないですもんね。使わない使わない、はいはい、引くだけ。引くだけなんだ。そう。大丈夫かな。よし、じゃあもうちょい先でやろうか。はいはい。あ、でも入れていいですか。うん。どのぐらい先ですか。ここでいい。え、めっちゃこれ進みますね。そうだよえ、私今全然アクセル踏んでないのに超進みますね。怖っ。よし、じゃあまずハンドル切るでしょ、はいはい、こっちに、うん、ハンドルそこ、それでいいや。このぐらいですか。それで一足のままだから、うん、あと6000回転ぐらい上げて、はいはい、このまま6000回転ぐらい上げてでクラッチパンと一気に離せばいいの。6000上げてこのぐらいですか。うん、でクラッチパンって離して。おい、今ハンドル切ってるのに戻しただろ。戻しちゃっただから普通の人はそうなの、うんうん、普通の人はそうなの、はいはいはい、そうじゃなくて、うん、あ、じゃあ左にハンドル切ってやろうか。左にハンドル切ってもうちょい真ん中あたりとかいいな。このぐらい行きます。この辺でやろうか、はい、左にハンドル切って左だっつう。ごめんなさいごめんなさいそこで結構切っちゃいますね。いやいやいや、6000上げて6000上げてクラッチパン離す。はい、で、あー、そう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 、そう、いいですか。そう、今のでいいんだよ。今のでいい。マジ、うん、それはずっとアクセルを踏みながらやればいいんですね。そう、オッケー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 。よし、行こう。はい、やってみよう。もう一回左、うん、切って、切って、うん、で6000上げてクラッチパン。はい、よしよしよし、いいよ。踏め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 。危ねえ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 そっち行こう。そっち、あー、 OK です。 OK、うん、そっち行こう。あ、ハンドル難しい。難しい。ここでいいや。よし、はい、右に切って6000上げてクラッチパン、うん、はい、よし、踏め。よし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 、ハンドルが難しい。よし、もうちょい左、もうちょい左。よし、この辺でやろう。で左に切って、ハンドルのコツってあります。え、ずっともうこのなんていうの、切りっぱなしはダメってことですか。切りっぱなしはダメだよ、うんうんうん、こうちょっと修正する。あ、なるほどなるほど。ちょっと修正するんだけど、うんうん、あとはアクセルでこう角度を決める。なるほどなるほど、いくぞ。 OK です。6000上げる。はい、クラッチパン、アクセル踏む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 、はい、踏む、はい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 、むずっむずっよし、もうちょい先、もうちょい先、もうちょい先行って、よし、この辺でいいや。はい、行くよ。右にハンドル切って6000上げる、クラッチパン離す。はい、よし、はい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 、いや、むずっ、はいはいはい、アクセルワーク、よし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 、よし。え、待って、ハンドル全然わかんない。ハンドルわかんない。
ハンドルわかんない。なんか私グニャ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 しても円できてないですよね、うん、ハンドルが難しい。もうちょいやってからだな。もうちょい左、もうちょいやってから、じゃあやろう。じゃあ左、うん、この辺だな。で左ハンドル切る、6000上げる、クラッチパン離す、アクセル踏め、はい、アクセル踏め。え、なんかこうなっちゃう。まあ、これはしょうがない、これはしょうがないんだよ。これはしょうがない、どうしろとは。あ、本当ですか、うん、あんな一つの軸でこうぐる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 回れない、難しい。ハンドルか、ハンドル、ハンドルが難しい。よし、ちょっと変わろう。じゃあ、はい、ハンドルか、ハンドルがむずい。ハンドルな。これ大丈夫かな。いいよ、そのままで。ああ、ダメだ、サイド、サイド、はいはい、よし。あれ、これ、あ、それでこれで止まってるかな、うん、ハンドルむずいな。ハンドルか、うん、なんかアクセルは大丈夫な気がするけど、うん、ハンドル操作が難しい。ハンドルはそんなにくるくるは回さないんだよ、うん、あ、え、そうなんですか。そう、修正だけだからさ。こうでしょ、はい、ハンドル切るでしょ、はいはいはい、6000上げてクラッチパンって離すでしょ。でも今アクセルこうアクセルワークしてるのね、はあはあ、アクセルこう、はいはいはい、今こうずっとアクセルワーク、だから同じところでずっと待ってるでしょ。これアクセルワーク。え？ほら。すごい。これずっとこうやってアクセルワーク。ハンドルいじってないでしょ？はいはいはい。アクセルだけだから。もうなんでこんな回れるの？上手だからだよ。そりゃそうだ。え、一回こう割と切るじゃないですか。うん、スタートした時に割と戻してます？うん、ちょっと戻すよ。あ、戻すんだ。パイロンを軸にすると、うん、はいはい、ステアリングを触る。はー、ほら、あー、ね、なるほど、ほら、はいはいはい、こう触って、はあはあ、パイロンに向かってハンドルはいじってる。あ、割と回してるんだ。そう、でもパイロン関係なくしたら、うんうん、全然関係ないよ、うん、ほら、ほら、アクセルワークだけ、うんうんうん、え、どこか見るみたいなコツとかあります？パイロンだけ見てる。あ、ずっとパイロンだけ見てる。パイロンだけ見てるんですね。パイロンだけ見て、うん、アクセルとハンドルでこうやって修正しながら、うん、パイロンに対してずっとこう回るように、うんうんうん、自分が中心になるようにってことですよね、うん、もうもちろんアクセルだけでこうやってるけど、うんうんうん、修正しながらハンドルでこう。なるほどなるほど、よし頑張る、よし、なるほど、うん、よし頑張れ頑張れ。パイロンを見て、うん、ハンドルだな。まずはパイロン無視。まずはパイロン。まずはパイロン無視で。無視で中心に。そうそう。右にハンドル切る。押して、うん、ハンドル切る。右。うん、右。で六線。クラッチパン。踏め、よし、そうそう、すげえね、マジマジハンドルやばい、頑張る頑張る、よし、もうちょい前、はい、よし、じゃあここで左ハンドル切ろう、はい、左切って、6000上げて、クラッチパン、はい、クラッチパン、アクセルワーク、うん、よしよしよし、アクセルワーク、アクセルワーク、そう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 、あ、だって、あれか、もっとアクセル踏まないと。そうそう、アクセルをずっとこうやってやってると同じとこでくるくる回れる。あ、そういうことか。よし、ここでいいよ、はい、右に切って、うん、6000上げる、パン、
よし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 。アクセルワークアクセルワークアクセル。そうそうそう。よし。なるほど。そういうことで。はい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 。もうちょいだな。よし、これどっち回りでもいいよ。え、私右でもいいですか。いいよ。右切って6000。これチパン離す。はい。これアクセルワークアクセルワーク。難しいよ。難しいんだよ。マジむずい。そりゃそうだ。あ、遠足。止まった。止まっちゃった。いやむずい。そう。え、でも超楽しい。うん、よし、じゃあ U ターン。はい。いや難しいな。スピンターンで U ターンでもいいよ。アクセルパーンって離して。え。あ、アクセルバーンって踏めばスピンターンできる。いやマジすごいな。ここら辺。うん、この辺でやろう。右。うん。6000。上げてクラッチパン離す。はい。そうそうそう。ここでアクセルをこう煽る煽る。アクセル煽る。アクセル煽る。はい。よし。やば。むずい。そんな感じで。これむずいわ。むずいよ。マジむずい。思ったようにいかない。休憩だな。油温が上がったな。あらららら。ピーピー言ってる。じゃあ向こうに戻ろうか。そうそう。よし行け。はい。サイド。はい、アクセルアクセルアクセル。はい、アクセル。むずい。むずすぎる。むずい。ありがとうございます。むずいむずい。むずい。やばい。ハンドルが、うん、ハンドル操作がめちゃくちゃむずいです。だから車がどうなってるかわかんないからハンドルもどうしたらいいかわかんないんだよ。そう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 。え？ただアクセルを6000まで上げてクラッチパン切る。でそこからアクセルワーク、それはできるようになったから。だから回ることは回るんだよ。ただ どこに行っちゃうかわかんないドーナツターンなんだよ。ハンドルがやっぱ横で見てるとこうやってすごいなんか軽々しく回すから私もなんかできるのかなと思ったらなんか全然そんな風になんない。持ってかれちゃうの。まあ見てるとさ簡単にやってるように見える。本当そうです。本当そう、ね、だからそこなんだよね。いやすごい。あ、でもちゃんと6000でクラッチパンと離した時にアクセルワークをできるようになった。最初はさなんか踏みっぱなしでもうレブバーンと当たったままバン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 って言ったままだったけど、だん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 こうアクセルワークをできるようになったから、あとはドーナツターンでどこに行くか分かんないドーナツターンじゃなくて、うんうん、そこの一点で回れるようにすれば、うん、パイロンを中心に回れる。でやれるんですか。そうそう。ちょっとねエンジン冷やしてからはい休憩。さあモデルはね中尾くんといい勝負だな。え本当ですか。下手まあそれは取れてまあ、でも中尾くんよりは時間はかかんなかったね。中尾くんは滑るとアクセル戻しちゃうからアンダーになるの。本当ですか。そうやった。だからまだアクセル踏んでるからいいの。はいはいはい。ただ踏みっぱなしでリミッター当たりっぱなしで油温上げちゃうから本当ごめんなさい。ちょっとこのドーナツターンはやめますごめんなさい。足が右足が多分言うこと聞かないんだろうね、うん、踏んだら踏んだままで。そうなんですよ。こう滑り出したら滑る角度によってアクセルをこう戻したり踏んだりするのが普通なの。うーん、まあだけど中尾くんよりはちょっとマシかな。え、嬉しい。次は車のことを考えてドーナツターンはやめてサイドターンでいきます、はい、パイロンに向かって走ってきてサイド引いてくるっと回って180度で止まる。なるほど。で止まることができるようになったら角度がね、はいはい、一定になったら今度は止まらないでカウンターを当てる。まだハンドル切るでしょ、はい、切る、サイド引く、滑る、滑るしたらアクセル入れて、立ち上がる。うわ、なんかハンドル持ってかれそうですね。
まあだけどマニュアル取っただけ偉いわ。嬉しい。それをやってみよう。はい、頑張ります。はい、サイドターンね。はい、サイドターン。中尾くんはさ、レースの番組やってるから。あ、そうですよね。滑るとアクセル戻しちゃうんだよ。あれがもう癖になっちゃってる。あ、なるほどなるほど。滑ったらアクセル戻すみたいなさ、癖ついちゃってる。そっかそっか。だからド素人の方が教えたらそのまますぐできる。素直に。そう、中尾くんはもう体がそうなっちゃってる。なるほど。サイドターン、うん、サイドターンはこうちょっと練習ね。はい、まあ一足でいいよ。こう行くでしょ。はい、行ってハンドル切る、サイド引く、はい、来た方向に向くかどうか。え、サイド引くときはもう足何もしないですか。クラッチ踏んでる。あ、クラッチ、はいはい。こうでしょ、行く、切る、サイド引く、引いてクラッチ踏む。そう。はあ。止まるときもブレーキ踏んでる。なるほどなるほど。行くよ。はい、ハンドル切る、うん、サイド引く、クラッチ踏む、ブレーキ踏む、ブレーキ踏む、はあ、なるほど。簡単だろう。簡単そうに見えて、どうだろう。え、簡単だろう。いけるかな。行くぞ。はい、ハンドル切る、サイド引く、クラッチ踏んでる、ブレーキ、そうそう、はあはあ、じゃあもう曲がるときはもうアクセルとか何もしないってことですよね。そう、はあはあ。ハンドル切る、サイド引く、クラッチ踏んでる。おぉ、いけるかな。簡単だろ。え、さっきのがあるから。いや、さっきのは、うん、あれはしょうがない。だけど、ドーナツさんは、うん、どこ行くか分かんないけどできてたじゃん。なるほど。ハンドル切る、サイド引く。あ、でもね、サイド引く前にクラッチ踏んでていい。あ、じゃあクラッチ踏む、うん、サイド引く、そうってことか。そうそう、こうでしょ。はい、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド引く、ブレーキ、ブレーキ。あ、なるほど。どうよ。もう一回いいですか。行くよ、はい、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド引く、ブレーキ踏む、ブレーキ踏む。あ、よし、頑張る。よし、行く、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド切る、うん、ブレーキか。そう、オッケー。ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド引く、ブレーキ踏む、うん、よし、1,2,3,4 よし、よし、よし。これはできるようになりたい。そうだな、はい、よし、頑張れ。頑張ります。いや、1個ぐらいはできるようになって帰りたいですもん。まあそりゃそうだよな。はい、せっかくなので。いいかい。はい、頑張ります。よし、一足、まず前進む、まず前進む、前進む、ハンドル切る、クラッチ踏む。あ遅すぎて滑んないな。はあ、もうちょっとスピード出していいですか。はい、わかりました。遅すぎて滑らない。もうじゃあもうちょっとスピード出す。そうそうそう、いいよ、はい、ビューンと行っていいよ。はい、パイロのとこまで行っていい。よし、行け。ハンドル切る、サイドクラッチ。ちょっと滑った、ちょっと滑った。滑りました。おだからもうちょいスピード高ければいい。あ、わかりました。はい、よし、行け行け。ハンドル切る、クラッチ、あ、お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うわっ、できました。よし、いけ、よし、いけ、はいはいはい、いけ。この感覚の、そうそうそう、あ、やばい、ごめんなさい、もう過ぎたね。いけ、ハンドル切る、クラッチ踏む、はい、サイド、うおいけ、いけ、はいはいはい、行きます。よし、はい、サイド、よし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 。え、これできてます。パイロン行け、パイロン、パイロンに向かって行け。はい、よし、ハンドル切る、クラッチ踏む、はい、サイド、おー、うん、いいじゃん。いいですか。もう一回行け、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド、
よし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 、もう一回パイロンに向かって、やべー楽しい、行け、パイロンに向かってく、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド、よし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 、やば、いいぞ、大丈夫かな、よし行け、クラッチサイド、俺スピード遅いな、スピード遅いな、よし行け、はいはい、切るクラッチサイド、あスピード遅いな、スピード遅い、ちょっとチキってますね、うん、よし行け行け、結構スピードあれなの、うん、はいクラッチサイド、よーしよ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 し、じゃああのカメラに向かっていこう、え行け行け、ハンドル切る、遅い、遅いですね、スピード遅い、ごめんなさい、スピード遅い、もうちょっともうちょっと、これ U ターンした方がいい、 U ターン U ターン U ターン、そのまま行け、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド、よーし、うわー、よーし、楽しい、よし、もう一回行け、いいぞ、クラッチサイド、よしよしよし、じゃあカメラの方に向かって行って、はい、今度右に切れ、右に、右、オッケー、行け、はい、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド、あ遅い、遅いね、スピード遅い、ごめん当たっちゃった、バック、バックは、バックはこれ行け、はい、左ハンドル切る、そう、はあ、よし、はい、楽しい、じゃあ次は、はい、止まんなくていいや、アクセル入れよう、変わるぞ、お願いします、大丈夫ですか、まだ大丈夫、よし変われ、クラッチくせ、はい、よいしょ、よしよいしょ、あなかなかいいぞ、あ本当ですか、ちょっとごめんなさい、深しすぎた、そう深しすぎた今度は、はい、このままアクセル入れてる、ほら、アクセル入れてる、ブレーキ踏まないってことですね、踏まない、アクセル入れる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 、はい、入れる、アクセル入れる、アクセル入れる、はい、アクセル入れる、アクセル入れる、あ、8の字ってことか、そう、アクセル入れる、アクセル入れる、こんな感じ、あここまで全部一緒、この後はアクセル入れる、アクセル入れる、なるほど、ブレーキ踏まないのか、そうそう、ほうほうほう、アクセル入れる、アクセル入れる、だからハンドル操作も入る、今度は、あ難しい、ほら、はいはい、でも離しちゃっていいから、こうだろ、はい、ほら、あ、離していいんだ、離しちゃっていい、へぇ、行くよ、はい、はい、はい、うわすげえ、かっこいいマジかっこいい、ほら、へぇ、行くよ、はい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 、なるほどすごい、はあ、話した方がうまくできるんですか？俺はこの方が簡単。へえ。変わるぞ。はい。ちょっとこれできるようになりたいな。ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド引く、滑り出す、アクセルで、アクセルをずっとこうアクセルワークをする。する。で。もうその時にもう離してる、うん、そうすると脱出方向に向く、脱出方向に向いたところで止める、あ脱出方向に向いたら止めるんだ、うん、はあはあ、もう一回行くよ、はい、クラッチ踏むサイド、くるくる、これや、あ、ダメだ、あ、またやばい、うん、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド引く、ここでアクセル、行きたい方向に向いてる、
く行きたい方向でハンドル切る、離す、ほれ、よし行け、頑張ります、よし行け、はい、やってみないと分かんない、そういうことだ。大丈夫かな、エンジン。車っていうのは、はい、どっちを向いててもどっちにハンドル切ってても手を離すと、うん、車体と同じハンドルがまっすぐ戻る習性がある、うん、それを利用する、はい、すげえなすげえよハンドル離せるかな怖いよな、はい、うん、よし行け、これはじゃあ右曲がりするってこと、どっちでもいいよ、はい、切る、クラッチ、サイド、アクセル、アクセル、アクセル、そうそうそう、踏みすぎ、踏みすぎ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、いいよ、ここで U ターンする、うん、ここで U ターン、よし、そのまま行け、よし、行け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 、ハンドル切る、クラッチ、サイド、あ、ダメだ、スピードが足んないな、はいはい、スピードが遅いから滑んない、よし、アクセル、あ、そこ滑り出したところでアクセル入れる、滑り出したところでアクセル、そうそう、よし、いけ、はい、サイド、はい、アクセル、アクセル、アクセル、はい、アクセル、むずい今のはハンドル切ったままだからだよ、滑り出した時にアクセル入れる時はもう離す、はいはい、あ、アクセル踏み入れるときに離す、離す、で車が脱出方向向いたら握る、はあ、よし、はあ、左、はい、よしよしよし、もうちょい端まで行っていいな、この辺で言った、はい、よし、そのまま行け、はい、はい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 、あー惜しいな、スピード足んない、スピード遅い、はい、はい、アクセル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 、そう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 、すごい面白いだろ、面白いけど土屋さんみたいにマジなんなマジすごい、本当にすごいと思います、よし行け、はい、やる、やる、やる、はい、はい、アクセル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 遅い、はぁ、やばすぎ、面白いだろ、面白い、よし、でもマジでむずいですね、うんうん、そりゃそうだ、よし、いけ、はい、はい、アクセル、アクセル、手離せ、惜しい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 な、惜しい、惜しい、惜しい、今だ、惜しい、もうちょっとあれですか、うん、アクセル踏んだ方が良かったとかですか、はい、アクセル、アクセル、アクセル、あ、惜しいな、惜しいな、惜しいな、惜しい、よし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 、はい、アクセル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 、よし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 、いや、むずい、むずいよ、むずいよ、超むずい、うん、いや、むずいな、大丈夫ですか、大丈夫だよ、もう向こうまで行って、スピード遅い、スピード遅い、もう一回言うと、うん、もう一回言うと、いや、むずいな、ハンドル切ってアクセル入れてもいいよ、いや、あ、OK だって、どうよ、え、めっちゃむずいですけど超楽しい、でもなんとなくわかるだろ、でもなんか 言ってくださることはわかるんですけど、うん、それはやっぱり体でやるってはやっぱ難しい、まあレベルとしては中尾くんレベルだよ、本当ですか、中尾くんはさ、レースの番組やってるから、はいはいはい、いろんなサーキット走ってるわけよ、はいはいはい、だから滑ったらアクセル戻すっていうのが体にもう染み付いてる、なるほど、ね、はいはい、だから似たようなもんなんだけど、こっちは踏みすぎるんだよ中尾くんは戻しすぎる、彼女は踏みすぎる、もうリミット当たりっぱなしでいくから
まあでも言われたらやるから中尾くんよりはマシ。マジですか。中尾くん言っても体がもう動いちゃうから、あ滑ったらアクセル戻す、はいはい、ハンドルは自分で回すみたいな。じゃあ今後ちょっとやり続けたら見込みあることあります。上手くなる、上手くなる。マジですか。だからド素人の方が上手くなる。嘘。まあでもね、女子でマニュアル取るだけ立派なもんだ。そうですか、うん、でもちょっと上手くなりたいな。じゃあまあそこそこサイドターンでできてるから、なんちゃって 8の字いってみよう。なんちゃって8の字。なんちゃって8の字。なんちゃって8の字、うん、はいね、よし、それでは、はい、行ってみよう。さあそこそこは、まあ、そこそこは1と2はそこそこはできた。はい、じゃあ今度はパイロン2つ使って8の字、うんうん、これはちょっと難しいよ。あの今度ハンドル修正が入るから、うん、だからそこで手を離すことを覚える。いやそうなんです。さっき土屋さんが手離して離してって言うんですけど、やっぱハンドルをなかなか離すことってないじゃないですか。車を信用する。車っていうのはどっち向いててもハンドル切って離すと向いてる方向に修正するの。なるほど。車の進行方向に対してタイヤがどっち切れてても離したらまっすぐになるから、それを利用するの。はい、そうするとそっちを向いた時に、あちょっと角度が足りないなって言った時にあとは切り出すの。なるほど。だからその方が楽。そうなんですか。俺みたいに楽して人生を過ごすっていう。そうすると手を離す。マジですか。めっちゃハードル高いんですけど、アクセル踏むよりハンドル離す方が。ちょっとじゃあやってみるか、はい、よし。ハンドル離すのか。3つの中だったらこれが一番難しいですか。うん、ああそっか。これは全部入るからさ。あ、なるほど。ハンドル切る、クラッチ踏む、はい、サイド引く、うん、そしたらもうアクセル入れる、アクセル入れる前にハンドル離して、はい、もう滑ってるからさ。なるほど。滑ってるからハンドル離す、うん、向いた方向に切れてるハンドルが戻る、はい、戻った時にこう自分で操作する、はい、なるほど。じゃあ行ってみっか。はい、お願いします。はい、これ8の字ね。おー、こう行ってこう行って、難しいんだよ、ね、8の字。自分でこうハンドルを切らなきゃいけないから、うん、だからパイロンに近くなくていい、遠くていいから、はいはい、8の字を回ってるっていう。遠くでもいいから、はい、じゃあやってみっかい。はい、なんちゃって8の字。よし、電車移動して、ここでもうアクセル離して、あアクセル踏んで、あとは行きたい方向に自分がハンドル切る。今のは連続してやってるけど、はい、一個一個、うん、こうやって戻ってもいいから、戻ってもいいから、はい、戻ってもいいからやる。なるほど。綺麗なのだとさっきみたいにアクセルだけで曲げる。いやそれはちょっと100無理ですね。よし、じゃあサイドで戻ってもいいからやる。はい、はい、サ
帰って戻ってキャビアで。よし。よし。やってみる。はい。よし。よし、行け。はい、気流くらって、ああ、早い。もう一回。うん、いい。大回りしていいよ。大回りしていい。うん、はい。よし、これ、こうですよね。うん、はい、そうそうそう。好きなように行け。よし、行け。遅いな、スピードも遅い、スピードも遅い。怖っ。うん。よし。切る。サイド。スピード遅い、スピード遅い。もう遅い。スピード遅いな。これもう一回 U ターンした方がいいか。うん。大回りでいいよ。はーい。よし。よし、行け。はい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 、アクセルアクセルアクセル、あ、惜しいな、クラッチ踏んじゃってんだ今な。あ、え、あー、そっかそっか、そう、あ、なるほど、立ち上がるから止まるんだったらクラッチ踏んでいいの。はいはいはい。だけど滑って滑らしたまま今度アクセルで立ち上がるっていう時はクラッチ使わない。うわ、そっか、ちょっと怖くてクラッチ踏んじゃいます。そうだよな、これはしょうがない。よし、行け。はい、アクセルアクセルアクセル、よしよしよし、よしよしよし、アクセルアクセルアクセル、よし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 、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 よしよし、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 よし、この調子でいいになります。行け、行け。スピード上げる。はい。アクセル、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 そう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 。そうだそうだそうだ。はい。アクセル、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 そうそうそう。踏め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 。ああ、なるほど。ああ、行け。なるほど。うん。そうだそう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 。よし、行け。行け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 。はい、アクセル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 、おい、アクセルだってな、ごめんなさい。はい、アクセル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 、めっちゃ踏みすぎちゃう。踏みすぎ踏みすぎ、だからそういうアクセルワークをしないと今みたいに回っちゃう、アクセル入れすぎると。はあ、はあ、はあ、よし、行け。はい、大回りしていい。はい、よし、行け。はい、あ、遅い、ごめんなさい、スピード遅いな、スピード遅いな。はい、アクセル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 、むずいわな、今だな。もう一回ぐらいできるようになりたいわ。よし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 、行け行け、スピードの遅ろ。はい、アクセル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 、はい、アクセルアクセル、手離せ、手離すなんか、うん、はあ、あ、よしよし、行け。はい、アクセルアクセルアクセル、そう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 、それで行きたい方向に切ればいいんだよ。なるほど、オッケー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 。はい、あ、ダメだな、スピード遅いな。あ、今の遅いんだ。遅い、行け。はい、アクセルアクセルアクセル、あ、惜しい惜しい惜しい、お、いいぞ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 、いい、今のいいぞ。今のちゃんと滑ってるぞ。いやー、あー、滑ってるじゃん今の。マジですか。そう、よし、行け行け行け、よし、行け。これ遅くてダメだな。アクセルアクセルアクセル入れろ。そうだ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 、はい、手離せ、アクセルアクセルアクセル、惜しいな、惜しい、今の惜しいな。はいはい、アクセル手離せで行きたい方向に切れ、アクセル惜しいな。はい、アクセルアクセル手離せ、行きたい方向にハンドル切れ、そうそうそう、止まってない止まってない、いいぞ。はい、アクセル手離せ、行きたい方向にハンドル切れ、よし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 、惜
いいじゃねえか、いいじゃねえか。いいですか。いいじゃねえか。美しくはないけどいいじゃねえか。止まらないっていうことがいいね。ずっと滑らしてたろ今。なるほど、はいはいはい。そういうこと。ただ今のはアクセル入れすぎてこんなタコ踊りみたいになってるわけ。あれを美しくするにはアクセルをもうちょっと丁寧に回転あと1000回転ぐらい低いところでうーんってやっていけばいい。はあ、なるほど。大丈夫かな車。うん、行け。はい、なるほど。カーブのところでその踏まなくていいのか。そう。はいはいはい。かしこまりました。はい。アクセル、ああダメだ。引き算ない。はい。おー、引け。はい。はい。おー、じゃあアクセル踏んでそう。止めない、そう。引け。はい。アクセル、よし、行きたい方向に切れ。そう、止まってない。いいぞ。はい。バランス、アクセル。あ、ごめんなさい、人しちゃった。惜しいな。はあ、惜しい。あ、ごめんなさい。何やってんだ。はあ、よし。よし。あ、ま、待て。よし、オッケー。よし、行け。行け。はい。アクセル。まあ、惜しいな。アクセル遅い。はい。手離せ。アクセル。行きたい方向にハンドル切れ。そう。はい。アクセル、手離す。行きたい方向にハンドル。そう。はい。はい、手離す。アクセル。行きたい方向にハンドル切る。よし。はい。はい、手離す。アクセル。行きたい方向にハンドル切る。よし。はい、タコ踊り。おぉ、やばい。面白いだろ。面白い。よし。これやばい。よし、行け。はい。アクセル。あ、惜しいな。よし。そう。はい。はい。ここ滑りすぎ。ここは坂になってるから、はいはい、向こうは平らだから。あ、そうなんだ。そう、サイドの強さが違うの、こっちと向こうでは。向こうは平ら、こっちはこう下がってる。下がってる方向だとサイドはちょっと弱めでもいい。あ、なるほど。よし、行け。はいはい、離す。アクセル。そうだ、踏んでろ。はい、行きたい方向に向かう。はい。はい、よし、アクセル。行きたい方向にハンドル切ってろ。そうだ。よし、行け。はい。アクセル、ハンドル。まあ、できてきたな。はい。よし、アクセル。踏んでろ。踏んで、行きたい方向に行け。はい。ダメだった。今分かんなくなっちゃっただろう。分かんなくなっちゃった。あ、オッケーだそうです。よし。はあ。オッケー。ここでいいよ。はい。よし。よいしょ。よし。はあ。じゃあ。はい。大丈夫。すごい。やばい。すごい。だけど。止まんなくなったからね。普通はクラッチ踏んで止まっちゃうの、ブレーキ踏んで。だけどちゃんとこうサイドブレーキで滑り出したらアクセル入れる。アクセル入れたら今度手離して車の進行方向に向かせる。そこで止めないでもう一回アクセル入れられるようになったから、中尾と一緒だ。あ、嘘、マジですか。だからまあ全部がそこそこ、うん、その2そこそこ、はい、その3そこそこ。でも嬉しいですよ、そこそこって言ってもらえただけで。いやだけどやり方は分かってんだろうなって感じ、はいはいはい、ね、感覚的に、うん、だから手を離すタイミング、うん、ね、ハンドル切る、クラッチ踏む、サイド引く、滑り出したらアクセル入れる、手離して進行方向を向いてなかったらそれを切り足すっていうのが なんとなく分かってる。なんとなくですね。
だって中尾くんはハンドル切ったと一緒にサイド引くからで一緒にアクセル踏むからそのままアンダーになる。ああそうなんですね。まだマシ。え嬉しい。まだマシ。マジですか。でこのまま何回か練習すれば8の字は普通にできるよね。ちょっとリベンジしたいな。まあそれはクラちゃんだな。でこの8の字ができるようになったらちゃんとコースで教えてあげる、うん、本当ですか。ちょっと練習しようかな、ね、その時はまたぜひお願いします。まあクラちゃんだな。すごい。まあでもそこそこは楽しかった。そこそこはできた。よかった。ありがとうございます。よく頑張りました。ありがとうございます。ということでいいねを押してくださいね。ぜひぜひいいね登録もお願いします。お願いします。バイバイ。